取れば優勝が決まる第2セットで自らポイントを失うと、なんか丸まっていく。いいよいいよ、やってやって。主審にトイレットブレイクを訴えると2分間一瞬気持ちの切り替えを図ります。目の前まであったその待ち込んで絶対がなくなってしまってセットを取られた本当に難しい状況でしたから、そういった中で、トイレット休憩を取って自分の心を整理してですね、もう一度戦えるような状態にリセットして戻ってこれたと思いますから、うん。そして迎えた運命の第3セット、大阪は膝立ちを抑え無心で臨む。いいと思います。毎朝はすぐ傘減るから。最初はイカでやる、タコはしゃぶしゃぶですぐ上がるから。なるほど、いやイカですけど。勝利を意識せず冷静に1ポイントずつ積み重ね